ブリッジポートはアメリカ合衆国カリフォルニア州中部モノ群の国勢調査指定地域であり、同軍の軍庁所在地である。ブリッジポートバレーの中央、標高6463フィートの位置にあり、アメリカ国道395号線とカリフォルニア州道182号線が交差するところにある。2010国勢調査での人口は575人である。 ブリッジポートにある物群庁舎ブリッジポートの東の丘にある温泉の後ろの数千年にわたる石灰化堆積物ブリッジポートは北緯38度15分21秒整形119度13分53秒北緯38.25583度整形119.23139度38.25583-119.23139に位置する 最初の郵便局は1864年に開局された。郵便番号は93,517であり、地域コード760の中にある。ブリッジポートを訪れる人は、ブリッジポートの東の丘で、カリフォルニア州でも最もよく知られた自然の温泉、トラバッチン温泉を楽しむことができる。アメリカ海兵隊山岳戦闘訓練センターが、町の北約20マイル。 修道108号線沿いにある。ブリッジポートは、保存状態の良いゴーストタウン、ボディに近いことでも著名である。ブリッジポートは元、パイニーメドウズと呼ばれており、毎年数千人の観光客が訪れるが、その多くは、マスの住む水流や湖を目当てに来ている。ブリッジポート貯水池、トゥインコ、バージニア湖、グリーンクリーク、イーストウォーカー川、 ウェストウォーカー川とその他多くの水流や郊外地の湖では世界のどこでもおなじみのニジマス、ブラウントラウト及びカットスロートトラウトの釣りを楽しめる。ブリッジポート魚類強化プログラムは釣りのシーズン中に2回釣りのトーナメントを開催している。州内でも優れた独立記念日の祭りがブリッジポートで毎年開催されている。ブリッジポートはまた 毎年開催されるイークランパスビトゥツの祭りも主催することがある。ブリッジポートの郊外には世界でも有数のウィンターレクリエーションの場がある。全長500マイル以上のクロスカントリースキー、スノーシューズハイキング、犬ゾーリ、スノーモービルが楽しめ、またバージニア小道路、スイートウォーターレンジ、バックアイ、ボディヒルズ、サマーズメドーズなど多目的な道が街の周囲にある。 郊外の多くの丘陵部は、スキー回転競技や、格好競技に使うこともできる。ただし、気象条件は急に変わるので注意が必要である。ブリッジポートは、ステップ気候であり、寒く雪の多い冬と暑く乾燥した夏を経験する。1月の平均最高気温は、歌詞41.2度、最低気温は歌詞8.6度である。7月の平均最高気温は82.9度、 最低気温は、下肢40.2度である。年間平均で、下肢90度を上回る日は5.6日、下肢32度を下回る日は255.7日、ある。過去最高気温は1944年7月28日の、下肢98度。最低気温は1916年1月31日の低、下肢36度である。 年間平均降水量は9.36インチであり、計測可能な降水日は平均して年間40日ある。最も雨が多かった年は1983年で19.96インチ。雨が少なかった年は1990年で3.02インチだった。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1909年1月の23.08インチ。 24時間雨量で最も多かったのは1963年1月31日の2.59インチだった。年間平均降雪量は49.5インチである。最も降雪が多かったのは1916年の174.06インチであり、この年の1月だけで1 2 1 0インチの降雪があった。ブリッジポート貯水池とブライアント飛行場。 カリフォルニア州議会では上院の第一および下院の第25選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第25選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス7となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。ブリッジポートにはパイユート族インディアンのブリッジポートコロニー本部がある。ブリッジポートは イースタンシエラ統一教育学区に入っており、その本部が街の中にある。小学校一校と高校一校が街の中にある。公共図書館もあるブリッジポートは1947年の映画アウト・オブ・ザ・パストの撮影現場となり、いくつかのコマが街の中で撮影された。ジャック・ケルアックの小説ザ・ダーマ・バムズでは小さな役割を果たしている。主人公のレイ・スミス。 ジャフィライダー及びヘンリー・モーリーが近くのマッターホーン山への登山を始める場所となっている。ありがとうございます。